JR 函館本線函館駅の駅前にやってきました。函館駅前はですね、とりあえずねホテルが多いなっていう印象があります。駅前には路面電車が走っています。昔ここに大仁森屋っていうデパートあったんですけど、残念ながら潰れてしまいました。函館を走っているバスは函館バス。まあとにかくね、やっぱり観光主体の街だっていうこともあって、ホテル多いですよね。一部にはそこの北洋銀行、元の宅銀なんだろうと思うんですけれども、北洋銀行の建物があったりします。まあ、やっぱり札幌とも旭川とも違う独特の個性がですね、函館にはありますね。ちなみに標高は 1.8 メートル、津波が来たら一発というか、この辺確か津波で被害を被ったことがあったはずです。はい、それではですね、青信号になったので先に進んでいきましょう。バスターミナルなんでしょうかね。駅前にはバスターミナルと立派な待合案内所か、案内所が完備されています。これはバスターミナルか。今ではですね、北海道の玄関口まぞ新千歳空港に奪われてしまった感もありますけれども、今でもですね、北海道の主要都市の一つとして非常に立派な駅舎があります。10年ぐらい前に函館に行った時にちょっとね、駅前錆びれてる感もあったんですが、あれからホテルが増えて、あそこにも建設中の建物があったりして、かなり都会感があります。当然観光案内マップも完備されています。それでは駅舎の中に入っていきましょう。かなり近代的な駅舎ですけれども、近づいて上見上げるとですね、結構潮風にやられた感も漂っていますね。駅の前面はガラス張りで中が透けて見えます。さすが大都会函館の駅前、このご時世でもかなりの歩行者がいます。駅を降りてすぐの光景はですね、歩行者も多くて、まるで札幌駅前のようです。駅前にはホテル、そしてタワーマンションなどが林立しています。それでは駅舎の中に入っていきましょう。駅舎は吹き抜け、その吹き抜けの下にですね、自動券売機タッチパネル式が4機設置されています。もちろん緑の窓口完備。これが改札で
発車案内はもちろん電光掲示です。右が JR、 左が道南いさりび鉄道です。函館駅のホームへはこの改札の先に続く通路を通って、そしてこの通路のですね右側にホームがたくさん並んでいるという形になります。これが道南いさりび鉄道の券売機、セブンイレブン完備、お土産物屋さんも完備、自動販売機が埋め込まれています。観光案内もタッチパネル式で、公共交通案内マップも完備されています。こちらにもですねお土産物屋さん色彩館の入り口があります。大きな規模のお土産物屋さんです。お土産物屋さんの規模だけは政令指定都市クラス、さすが大都会函館。ベンチに座っている人の数もたくさんいらっしゃいます。それではエスカレーターに乗って2階の方を見ていきましょう。なんとなく駅ではあるんですけれども、空港っぽさも漂う、そういう作りになっていますね。2階はレストラン街になっていますが、一部には黒猫大和の事務所なんかもあったりします。こちらはラーメンアジサイです。函館ラーメンの有名店ですね。このアジサイでラーメンを食べていくのも良かったかなとは思います。アジサイの中にもですねお客さんが入っていました。そして正面がタリーズコーヒー、エレベーターも完備されています。ザルそば、そしてカレーライスという表示があります。タリーズコーヒーの隣は自動販売機とコインロッカースペース、コインロッカースペースもたくさんあります。この部分からは吹き抜けが一望できます。そして右のガラスからは函館市街地がよく見えます。ここから見える壁にもですね函館土産の広告が掲示されています。ようこそ函館へと北海道新幹線の上りがかかっていますけれども、北海道新幹線が函館に来ることはありませんでした。これがちょうど改札の脇、円筒形の吹き抜けの下になります。この円筒形の吹き抜けの下にはですね吹き抜けを横切る橋がかかっています。自動改札機の上にですね函館の夜景の写真が貼ってあるんですね。これはここに来なければわからなかったことです。この吹き抜けはですね駅舎内をですね一望できるいい場所じゃないかなと思いますので、函館駅に来た際にはぜひここを歩いてみるのもいいかもしれません。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それではですね2階もだいたいこれで見終わったということで、1階の方に戻っていきましょう。再びエスカレーターで1階の方に戻ることにします。2階はレストラン街以外はあまり人は多くありませんでした。それでは1階に戻りまして、次はホームの方を見ていきたいと思います。それでは今日はこの辺で。